株式会社根本研究所は、トヨタグループのシンクタンクである。将来社会予測に関する調査、研究を主な事業としている。物事の本質を常に根本から考えること、人類の発展や地球環境の保全という視点から、目の前の単眼的な目的や収益のためだけではなく、科学技術をもっと大きく根本的に見直しすことを目的として掲げている。 本社所在地は、愛知県名古屋市西区のりたけ新町4丁目1番35号のトヨタ産業技術記念館内。根本研究所は、事業内容として、以下の4つを掲げている。将来社会予測に関する研究、調査並びに、技術情報の提供人文社会科学、自然科学と、それに基づく総合技術の研究、試験、調査科学技術の開発、 利用及びその効果と影響に関する研究、試験、調査諸国、諸行政機関、諸団体、あるいは諸研究機関と、それぞれ相互二十委託、または共同して行う研究、試験、調査並びに研究者及び技術者の養成と訓練。根本研究所東,東東京研究所では、豊田工業大学クラスター研究室との共同で、原子分子クラスターの研究を行っている。 ありがとうございます。